タスク管理とトゥードゥーリストの優先順位の付け方でビジネスの成功が左右されます。こんにちは、三浦弘樹です。先日こんな質問をされました。三浦さんはですね、毎日多くのタスクをこなしていますが、ご自身のタスク管理はどのようにされていますでしょうか。やるべきことで溢れてしまい、回らなくなった時に優先順位をどのようにつけて、タスクをですね、消化されていますでしょうかというですね、こんな、質問をいただきました。で、私はですね、いつも、言ってますが、このタスクにはですね、4種類のパターンがあるんですね。4種類のパターン。で、1つ目がですね、重要で緊急なことですね。1つ目、重要で緊急なこと。で、2つ目はですね、重要だけど緊急ではないこと。重要だけど緊急ではないこと。で、3つ目はですね、重要ではないけど、緊急急ぎなこと、ね、で4番目ですね、重要ではなく緊急急ぎではないこと。このですね、4パターンに分かれておりまして、私の場合はですね、3番目と4番目のですね、重要ではないけど、緊急だったりとか、急ぎではないね、この3と4に関してはですね、スタッフだったりとか、外注にですね、サクッとやっていただいております。で、大切なのはですね、一番大切なのは重要で緊急なことですよね。これはもうね、すぐやらないといけないということなんですが、意外にですね、見落とされがちなのがですね、この2番目の重要だけど緊急ではないことがかなりね、一番大切になってくるんですね。例えばこういったね、 YouTube 動画っていうのも、実はですね、重要なんですね。なぜかというとですね、このね、 YouTube っていうのはやっぱりお金もかけずにですね、集客につながっていきます。ただ緊急ではないんですね。どういうことかっていうと、この YouTube っていう動画がですね、じゃあね、この動画を上げたからといってですね、じゃあ明日には成果につながるかっていうと、そうではないんですね。なので、緊急ではなくて、やっぱりこう毎日コツコツやっていくっていうことが重要になっていくんですね。なので、それを、その重要だけど緊急ではないことをですね、やっぱりこういかにね、愚直にね、たくさんやれるかっていうのが、すごく大切になってきます。で、そういったね、ことを踏まえて4つのパターンがあるっていう中で、重要で緊急なことはもちろんね、すぐにやる。で、2つ目のパターンとして、重要だけど緊急ではないことをね、しっかりとやっていかないといけないっていうことをですね、頭に置いておいていただいて、私はですね、どういうふうな、タスク管理をしているかっていうと、まずですね、起きます。朝起きて、いろいろですね、支度をしていきながら、自分のデスクに着きますと。で、まず1日の初めにですね、ノートに今日やるべきことをですね、トゥードゥーリストをね、書き出していくんですね。これやらないといけない、これやらないといけないっていうね、これをね、文字にします。で、この書き出す作業っていうのは必ずやってください。で、なぜかというと、これをやらないと、その休憩の合間にですね、迷ってしまうので、その迷ってる時間がもったいないんですね。なので、まずは書き出すってことですね。はい。で、2つ目、書き出したらですね、実際に先ほどのね、4つの仕事のパターンがあるっていうですね、そういったことをね、頭に入れて、実際にですね、優先順位の高いものにですね、まず丸を打ちますね。重要だけど緊急なことだったりとか、重要で、緊急じゃないことをね、やんないといけないことをね、丸をまずね、これは絶対にやんないといけない、絶対にやんないといけないっていうですね、大切なものをね、丸を打っていきます。で、そこで丸を打って、さらにですね、そうしたら今度順番を決めるんですね。その丸を打った、だから何からね、1番目やんないといけない、2番目やんないといけない、3番目やんないといけないっていうですね、そういった大切な順番に、番号を打つだけでもね、変わってきますね。トゥードゥーリストを書き出して、大切なものを丸打って、私の場合はそのさらにそこからですね、順番をしていくっていうですね、そういったことをですね、優先順位をつけていくことによって、本当にですね、いろんなタスクっていうのもこなしていくことができておりますので、ぜひですね、参考にしていただければなというふうに思っております。またですね、今回の動画、参考になったよっていう方はですね、グッド評価だったりとかコメントもお待ちしております。で、ぜひね、チャンネル登録もお願いします。またですね、説明欄には、無料オンライン講座をですね、お伝えしておりますので、ぜひそちらもですね、チェックしてみてください。それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。